あ、どうもこんにちは、埼玉でシンガーソングライターしております、ともきと申します。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと今最近ちょっと歌ってみた動画とかいろいろギターの話、作曲の話してきたんですけど、ミックスボイスについてしばらくちょっと期間がね空いてしまったので、ミックスボイスをマスターするために必要な7つのステップ、ちょっと続編シリーズですね、この動画でまず全部終わりません、続編を見ていただきたいんですけど、7つのステップに分けてちょっとミックスボイス習得するのに必要なことご紹介したいと思います。ちょっと概要欄にも7つ何をするかっていうのは書いておきますが、一応冒頭にお伝えすると、1リラックスする、2ブレスを意識する、3チェストボイス、4ミドルボイス、5ヘッドボイス、6声区融合で、7響き声量ですね。この7つの順番に沿ってちょっとミックスボイスマスターに向けて、ちょっと今ねもう一回自分の今の心境も込めて、昔の自分に対してこんな苦労してたからこういうことをやってうまくいったみたいな、ちょっと経験談を交えながらお話ししたいと思います。ちょっとねだいぶミックスボイスの話もこう飛び飛び、こう声区融合とかチェストボイスとかなんかリラックスとか話が飛んでたので、ちょっと一回ここで今までのこの私も学んできたこともあったので、まとめてシリーズにしてお話ししたいと思います。でですね、一応ミックスボイス高い声を太く出せるっていうのが一応目的だとは思うんですけど、それを出せることによって全ての低音中音高音全ての音声声区をスムーズにつなげることが本当の目的なんだよってことを今一度ちょっとここで最初にお断りというか、私はそれを意識してお話していますということを、お分かりいただけたらと思っております。でですね、一応ミックスボイス、その自由にね全ての声区を歌えるようになって、で好きな歌を自由にのびのび歌えるようになって、で歌が楽しくなって、ゆくゆくね今度は自分のオリジナル曲なんかも作る、そんな前向きな、どんどん成長していけるきっかけになればと思っております。でですね、この動画リラックスするですね、ステップ1目ちょっとお話ししていきます。でリラックスって結局私も昔ミックスボイス高音をね高く太く出すっていうことができなかった時代、10年前ぐらいですか、今30後半ですけど、20代の頃は本当にもう高い声を本当身を見まねで、その好きなアーティストの歌ってる歌い方を本当に本当旗から見た素人のものまねで、要するにあーってこう思い切り出してたんですよ。何も知らない状態でやると絶対そうなるんですけど、でその時に一番、その時の自分に一番まず伝えたいのは、いろいろポイント7つって お伝えしたと思うんですけど、なぜこのポイント7つの中でリラックスが1個目に来てるかっていうと、それが一番最初に必要だし、ずっと必要だからです。だから1番目にリラックスで、2番3番4番5番6番7番とつながっていくんですけど、その2から6も全部リラックスはずっと必要なんですね。でそれがないと一気に崩れてしまうっていうぐらい必要なので、一番最初に持ってきましたし、一番強調したいところで、過去の自分ができなかった10年前のダメな自分に向けてもリラックスがまず大事だよってことをまず言いたいでリラックスって結局一言で言っても、なんだ別に力抜けばいいんでしょ、力まなきゃいいんでしょって思うじゃないですか。でもやっぱ歌ってて、特に自分でその自分にとって高めな音とか、やっぱりこう激しいこうノリのいい曲とかね、バラードで気持ちが入っちゃったりとか、こうやっぱり歌に集中するとどうしても体って自然にやっぱ使い方が慣れてないと、こう体が引き締め合ってこう喉もこう筋がだんだん出てくるみたいななるんですよ。気持ちが入り込めば入り込むほど体と喉もどんどんこうキュッとこう縮まって力んじゃう。これはもうしょうがないというか、そういうものなので、そういうものということを前提にした上でリラックスってする、このリラックスするっていうことをちゃんと意識しておかないと、また変な話、リラックスするっていう意識するとまた力が入っちゃうって、そういうものあるんですけど、とりあえずはまず一回リラックスするっていうことを、大事なことだよってことをまず頭に入れてもらうと。でリラックスする時のポイント、一応もう結論的な話で言うと、体を動かすことです。歌ってる時にこんなになって歌う、これも一つ方法ではあるんですけど、喉だったら首周りこうちょっと軽く左右にかしげてあげる。でお腹こう腹筋、特にねブレーズこう息をね、強い息を支えるには腹筋が必要だみたいな言われる時もあると思うんですけど、 もちろんその腹筋で腹式呼吸、横隔膜の動きとかを、コントロールするインナーマッスルとかは必要ですが、基本的にはお腹周りも力みはいりません。もう本当に
ロングトーンとか息を支える時ぐらいなので、あとはもう本当に体腹筋もリラックスで、あんまりお腹揺れすぎちゃうとちょっと息がブレるちゃうところもあると思うんで、まあもう肩ですね、首も基本的に自分が今あやっぱりリラックスできてない、どうしよう固まってると思ったらもうとにかく動いてみる、こういう自分でこう、まあ、リズムを刻むみたいな感じでもいいと思います。基本的にはあの固まってこうペタッて動うざってると絶対にこうクーってこう上がってくると思うので、まずは動いてみる、左右に触れてみる、この辺を意識して歌ってみるとリラックスっていうのはできると思います。でこれをあの常、まあ、その自分が歌ってリラックスっていうのは意識できない、もうすぐどうしても力んじゃうっていう人はもうこの動くっていうのをもう当たり前にしてやってみるといいと思います。この動いて歌って力みが取れていく感じをもう体で染み込ませるまではもう動いて、まあ、要するにリズムを取ってるっていう思えば別に普通のことなので、こういう状態をまず最初にまず体にねリラックスした状態で歌えるっていうことを、まあ、体で覚えると、これはもう1個目です。でもういろんなチェストボイス、ミドル、ヘッドボイスとかセイクヒューゴっていう話もこれからしていきますが、その時にも全部リラックス、この動いてリラックスさせるっていうことは常に意識する必要があります。あの私の10年前のダメな自分だった時もまあ今もまだまだあの伸びしろねあると思って頑張ってますが、あのいや今でも歌っててたまにリラックスがあちょっと力んでるなって思う時はあります。正直あのどうしてもそうやって力んじゃって歌うとやっぱその歌い終わった後ちょっと声はかすれちゃったりしてるので、まあ、ある程度ねちょっとこうあ力んだと思ったらすぐこう力を抜くようにこうカバーをするようにはしてますけど、やっぱりでも力んじゃう時はあります。で力んじゃうとどうしても体にやっぱりこう痛み、喉の声帯も痛んじゃう、別に声が枯れちゃうってことになるので、まあ、それはもう本当にもう素直に体に出ます。力んじゃったら声はやっぱり響かないし痛むし甲も伸びないしって、もう全然いいことないので、まあ、とにかくリラックスがまあ1個目、これはもう重要です。でまあそうですね、一応ポイントまあもうちょっと2個2個3個言うと、あのまあ体を動かすっていうのもあるんですけど、こうやっぱり前の動画でもちょっと話したんですけど、座って、まあ、立って歌うとこうやるぞってなっちゃうと思うので、座った状態でその歌、まあ上半身は一応立ってる状態とほぼ一緒ですね。もうあまりこう猫背になったりとかしないように、まあ、普通の自然な状態で座って歌うと、私は発声練習、座った状態というのは結構リラックスしやすいので、これもおすすめですと。であとはまあ一応、まあ、チェック項目5つぐらいちょっと、まあ、これもお伝えしておきます。あのリラックスというか最初にやっぱ喉、体を思いっきりこうザッて出してしまうこの悪い原因、これやってたら注意ポイント、これまずいよってことを5つお伝えします。1個目、声を力で押し出していませんかです、ね、これは地声で張り上げるとかそういうパターンです。これやめましょう、力で押し出すのはダメですと。でポイント2つ目、体喉を締め上げてませんか、まあ、要するにさっき言ったこの力をこうぐーっと体に力が入っちゃってる状態、まあ、1個目の声を張り上げるっていうのと連動すると思うんですけど、喉、体、肩、お腹こうキューッとなって力が入ってませんか、これをリラックスしてください。でポイント3、自分にとって今無理な音域を今無理やり歌ってませんか、まあ、特に高音を出していきたいという時ってどうしても高音を狙って練習すると思うので、ただ自分にとってもう全然高すぎてもう歌えないよ、もう声にならない声だよってぐらい高音になっちゃうと、もうやっぱり悪い癖しかつきません。要するに力みリラックスできませんので、まあ、無理な高音はやめましょうってことですね。であと4つ目、体調ですね。体、まあ、あのボーカルは体がやっぱり楽器なので、まあ、風邪とかあとその寝不足なんかも結構響きます。声帯っていうのは粘膜でね、体の調子が悪いとすぐあの出てきます。でなんか今日声の調子おかしいなと思ったら、まあ、無理にもちろんあの毎日ちょっとずつやるっていうことは必要なんですけど、無理に体が調子が悪い時にやる必要はないし、それだと逆に喉を痛みますので、体調が悪い時は休みましょうということですね。これ4つ目で5つ目、いきなり自分にとっての最高を出してませんかという、まああの自分はもういつだってベストパフォーマンスで歌えるんだみたいな、うわーあの準備体操もせず発声でちょっと体を温めることもせずいきなりうわーなんてやると、まあ、当然喉は潰れますと。まああの当たり前ですね、運動と一緒です。あのいきなりあの50メートル走で最高でマックスでいきなり走り出せばそれはどっか怪我するだろうみたいな、そんな状態と一緒です。いきなり最高音で歌うのはやめましょう。この5つ、まあ、一応ポイントあの気をつけてもらって、まあ、あとはまあ基本的に体を動かしてリラックスするってことをまず忘れないように、まあ、ですから体にリラックスするっていうことも覚え込ませるってことですね。この状態を当たり前として次の
ステップ2以降に進んでくださいと。でこれ結構ミックスボイスの練習って人生普段の生きるコツにも結構な学べることが気づきですねいっぱいあって、まあ仕事とか、まあ、人間関係付き合いもそうですけど、前のめり、まあ一応ねやる気があってうーんってなってる時はいいんですけど、結構そういう時って視野が狭くなっちゃったりとか、思ったよりなんかそんなにパフォーマンス出なかったりとか、まあ仕事とかでも結構いっぱい力使ってやってるんだけど、まあちょっと一回冷静になって俯瞰してみると、あなんかこれ別にまとめてセットでできるじゃんとか、これ外で依頼し合えばすぐできるじゃんとか、まあ結構その効率とかそのコミュニケーションでも いっぱい伝えること伝えたいんだみたいな喋りまくってたら結局相手は引いてたみたいな、むしろそれよりも力を抜いて話を聞いてあげた方が意思疎通がしやすかったりとか、まあこの辺はねちょっと話それますが、気持ちを落ち着けてリラックスするっていうことはかなり歌でね歌うことももちろん必要なんですけど、生きていく上でもかなりリラックスっていうのはもう本当に基本中の基礎であるし、一番重要なことかなと思ってます。それはもう歌を練習することでまあ気づいたことでもあるので、まあぜひぜひねミックスボイス練習されてる方もこういった練習の過程は生きるヒントにもなっていくと思いますので、ぜひぜひまあちょっとねこれはまあ最後はおまけですけど、リラックスして、体の余計な力みを抜いて、でその上で技術知識を身につけていきましょうっていうことでした。一応ミックスボイスシリーズ7分の1ですね、まず1個目リラックスするということでお話をしていきました。次は、ブレスについてお話しますので、ぜひこの動画見た後ぜひ次の動画もチェックしてみてください。いいねボタン、最新情報をぜひすぐにチェックしてもらえると嬉しいです。ではまず